知恵の輪っていうか、はいはい、これがこの緑から赤いとこに来なければダメだという、はいはい、そう何がどうできないんですか、はい、これをですねここでも詰まってしまいますよね、うん、詰まりますね、ね、はい、それでこれがこの紐がこっからついてるんですよね根っこからはいはいはい、こっちもですね、はいはいはい、抜けませんよね、はい、まずこれ通らないですよね、はい、これがねこれも取れないこうもいけないこれを裏に通そうと思っても通らないおうおうギリギリのとこでねはいはいはい、はい、あどうもあ山本名人でございましょうかあどうもはじめましてあの日本中央協会の山本でございますどうもはじめまして金属の輪が、はい、まず緑色の玉の方にあります、はい、あります、はい、これを何とかして、はい、赤い玉の方に動かします、うん、で穴は動きません、うん、でも紐がそれなりに緩みがあって、はい、長さがあるんですよ、はいここがこの知恵の輪の味噌でして僕らいろいろ考えますね、うん、まずつながっている紐の中央部をかぶせます、うん、これが難しいここで両側の紐を引いてもらってちょんまげ頭のようにこういう形になりますこの時点でこの鉄の輪を中央の輪を通してこれ持ってきますここの時点でこの輪を中央の木の穴から向こう側へ出しますでこうなりますここで初めてもう一回二つの輪をこれそしてさっき言えたやつを反対側から戻しますここを出てきて一番最初の形になります素直にこちらへ真ん中の穴にこれを これでできなかったら恥ずかしいですね、はい、10年のキャリアですからねこうかこうかこうかこうですねあ、ちょんまげできた。いつ死んでもいいですよ。